落馬事故で10日に逝去した藤岡浩太騎手、去年35の日本中央競馬会と日本騎手クラブによる合同葬が15日、滋賀県の立東トレーニングセンターで営まれた。祭壇には笑顔の藤岡浩騎手の写真が大きく飾られていた。写真、悲しすぎる別れに竹豊も涙を抑えきれない。東西からたくさんの騎手、調教師、馬主ら関係者が集まり、個人に別れを告げた。 JRA によると、約1000人が来場、区下は652基、町電は92通だった。また、一般のファン向けに備えられた焼香台には、107人が集い、35束の花束が備えられた。改名は天璋院春音康彦孤児、天璋院春音公旗子、児。葬儀委員長を務めた吉田正義、日本中央競馬会、JRA、理事長が最初に弔辞を述べた。 吉田理次長、あまりに早い別れで、悲しみに耐えません。これから大いなる活躍が期待され、残念でなりません。マイル CS は乗り換わりで勝ちましたが、控えめな笑顔でしたね。フェアプレー賞を4度も受賞し、若手のお手本となっていました。卒業文集を拝見し、ウィンズ後楽園での感想を述べていて、競馬というのはたくさんの人に支えられている。 デビューしたらファンサービスを積極的にして、楽しんでもらえるように頑張ります、と。ファンサービスにご協力いただき、頭の下がる思いでした。1万5000を超える貴重、8000の喧嘩という多くの潮意が、改めてファンに愛されていた証しと思います。人望のあるお兄さん、お父さんと共に、誰からも愛されていました。こうた天を翔、か、けながら、私たちの競馬を見ま